渡し船から落とされる。地蔵堂の西川の渡し船でのことでした。意地悪な船頭がいて、良寛さんが大間で逆らわない性格であると聞き、本当かどうか試そうとしました。ある日、良寛さんがたまたま渡し船に一人で乗ると、船頭は渡し船が岸を離れた頃で、わざと船を揺らしました。そうしたところ、良寛さんは川の中に落ちてしまい、泳げない良寛さんは溺れそうになりました。船頭は驚いて、良寛さんを川の中から船に救い上げました。良寛さんは揺らされて川に落とされたことを恨んで怒るどころか、川の中から救い上げて助けてくれたことに対して、ひたすら船頭に感謝しました。その後、船頭は心を入れ替えて、意地悪な行いをしなくなったそうです。